はい、どうもゆうたです。今回はね、ちょっとあまり僕のチャンネルでは見ない風景かと思うんですけど、ツイッターとかで結構ね、こちらのお店リベラルさんなんですけど、結構ねツイッターで見たりしてて、結構ねカスタムパーツ、カーボンパーツとかね結構多く取り扱っていて、まあ僕結構チューニング系なんですけど、ちょっとそっちも気になるということで、ちょっとねお店に遊びに来たんで、せっかくなんでちょっとどういうお店かちょっと紹介していただきたいと思いますんで、はい、ちょっとじゃあ紹介していただきます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。リベラルの青木さんです。はい、リベラルコーポレーションの青木と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆたさん、すいません、ありがとうございます。いえいえ、まあちょっとね、うちのチャンネルっていうか、うちのお店とね、はい、はい、ゆたさんとちょっとこう、なかなかちょっと縁遠いのかなと思ってたんですけれども、はい、こんなきっかけを、こちらこそありがとうございます。光栄でございます。先ほどもちょっとチャンネルで、はい、コラボさせていただいて、そうですね、せっかくなのでちょっと撮らせていただいて、はい、そちらの方もご覧いただければと思います。ありがとうございます。はい、ぜひ、はい、はい、という感じで、ちょっとどんなお店か、わかりました、ご紹介いただければと思います。ありがとうございます。はい、まあ、僕らのお店はですね、はい、まあ、どちらかというと、まあ、ドレスアップとか、サーキットユースというよりかは車の見た目だとかですね、あと質感の方ですね、内装をちょっと変えていくようなところを得意としていて、主にここにドーンとあるこの内装のパネルそのものを、まあ、リアルカーボンに変えていくような。すごいですね、カーボンパーツが。そうですね。結構、こういうことをやりたいけれども、どこでやっていいかわからないっていう声が多いんですよ。はいはい。なので正直この辺のパネルの加工っていうのは、スバル社以外の方々の需要も非常に多いです。あ、何でもできちゃう、パネルさえあれば。あ、なるほど。まあ、正直言うと皆さん大体1箇所やるともうハマってっちゃって、沼にハマってまあ、悪い言い方すると沼にハマるんですよね。はい、はい、もう皆さん車でやることなくなると、ご自分の何ていうんですかね、身の回りのパソコンのマウスだとか、この前お箸やってくださいっていう方がいらっしゃったりして、はい、はい、というような、まあ、パーツをが一番また我々が今力を入れてるというか。なるほど。はい、綺麗ですもんね。ありがとうございます。すごい。まあ本当に見た目命のパーツなのでやはりよれないこと、軽さよりもかはやっぱり綺麗なリアルカーボンをいかに出せるかというようなところを、まあ、目指してやっていると、はい、いうところですね。まあ、内装は普段いつも見えるところなんで、はい、まあ、自分のやっぱテンションというかモチベーションも上がりますもんね。ゆうたさんみたいにパーツを外してドン型にすることでテンションが上がる方もいらっしゃると思うんですけど、つける喜びが、つける喜びもあるというところですね。はいはい、まあ、あとはこういう色がですね、僕らは入れられるので、こういうちょっとイタリア のカーボンクロスなんですけれども、これが、はい、リフレクションカーボンというシリーズで、こういうラメが見る角度によってはちょっとラメが入るような、はいはいはい、これがちゃんとしたカーボンクロスにナイロンの赤とかですね、紫緑とかが入っている。まあ、珍しいところで言うと、こういう鴨柄の実はカーボンクロスもあったりして、これはちょっと次僕らがフォレスターのエアロパーツ作ってるんですけど、これはちょっとこれでやってみようかなと。すごいです。実はこんだけ世界中からカーボンクロスを集めるのが我々趣味でございまして、多分日本一カーボンクロスを取り扱っているそんな会社でも見たことないですね。そうですね、まあ、僕が好きなのも結構ありますし、こんなハートマークみたいなね、すごいですね、はい、女性を引きつけるようなカーボンクロスがあるっていうところですね。はい、はい、まあ、あとはこんなシンプルに色を入れるっていうところですね。こういうシルバーカーボンベースで色を入れていくと明るくなりますし、ブラックカーボンベースで色を入れていくとちょっと落ち着いた雰囲気の、はい、なるほど、色になっていくと、何でもできちゃうんですね。何でもできますなのでやっぱり部品ってなかなかその自分好みにするっていうのって、機能パーツとかって難しいし、そんな必要じゃなかったりするじゃないですか。やっぱりいいものはいいってなってくるんですけど、まあこういうパーツはやっぱり自分好みの商品にしたいっていう声が多いので、ですね、はい、自分色にオーダーメイドが出来上がるというところでございますので、はい、まず一つは
こういうインテリアとかね、パーツのカーボン加工を得意としております。なるほど。はい。まあ、あとはですね、ぐるーっといくと、まあ、これなんかちょっと欧州車向けの、ストルツっていうキャリパーで、まあ、ポルシェの中南のルーフだとか、あとはカールソン、あとマンハートっていう、まあ、チューナーがあるんですけれども、そこら辺が OEM で使っているストルツっていうキャリパーですね。結構フォロワーさんは MOV でもこれ使ってる方いらっしゃいますか？そうですね。ツイッターとかでもよく見ますよね。はい、まあ、本当にガッチガチのレースで使うっていうよりかは、まあ、アウトバーンのようなところの、まあ、ストップアンドゴーというか、うん、その長距離ドライブの、まあ、ブレーキング、はい、といったところにちょっと、まあ、特化しているというか、もっと得意とされているかなと。うん、いうようなもので、E マークっていうですね、ヨーロッパの基準を通しているキャリパーになります。なるほど、はい。じゃあしっかりしたものです。そうですね。ちゃんと一応まあ、そういう規格を通したものになってきていますね。お客さんの車種別とかってどんな感じなんですか？僕ら見るとやっぱり VA 系の WRX とかレボーグが多いんじゃないかななんて思ったりもするんですが、そうですね、ほとんどがレボーグ、WRX、VA のお客様、まあ、GR のお客様もいらっしゃいますけど、あとは、まあ、86BRZ のお客様ですね。あとカーボンに関しては先ほど申し上げた通り、いろんなお客様がいらっしゃいますので、そういう方は、まあ、うちに車種問わず来ていただくケースも多いというところですね。まあ、基本的にはスバルが多いという感じで、はい、そうです、基本的にはやっぱりスバルが多いですけど、あと並行輸入も結構やってたりするので、まあ、ちょっと特殊な車入れたいということがあれば、なるほど、カナダの方から、まあ、今円安ですけど、はい、カナダの方から入れるということもできますね。うん、まあ、これはキャリパーなんですけど、あとはうちの強みといえばやっぱり近藤さんですねもう近藤さんと今イベントも一緒にこの前来ていただいてやってまして、僕もつけてます。そうですよね、はい、先ほど撮らせていただいたんですけどまたユダさんの車は本当近藤さんと、まあ、その他のパーツをうまくこう組み合わせてちょっと一体化しているような、そうですね、イメージだと思うんですが、まあ、なかなか近藤さんのパーツを EC で買うんだけれども、サイトで買ったんだけど取り付けが難しいっていう方々が意外につけてくれるお店がないとかってあるので、うん、そうですよね、はいはいはい、僕らは基本的に持ち込み OK というか持ち込み全然気軽に相談してほしいっていう姿勢です。そうなんですね。なので例えば EC サイトで買ったよっていう商品で困ってたら、まあ、うちに相談していただけるというふうにも思います。なるほど、はい、じゃあ困った際はぜひ皆さん、結構パーツ持ち込みダメなお店さんもありますからね。そうですよね、はい、そういうところはかなりいいと思います。あとユタさんのチャンネル見て自分でねということにトライしてするか、まあ、ちょっとチャレンジしてもどちらかだなっていうところがありますね。まあ、あと特徴としては海外の製品うち強いので、ちょっと一部今近藤さんのと入れ替えちゃったんですけど、はいはい、ユタさんの車にもついていた APR だとか、はい、まあね、いろんなそういう、まあ、これはテリンだったりグリーンスピードだったりっていうような、あとベルスですね、うん、メジャーどこからマイナーどころまで、全然取り寄せ可能なので、何か、問い合わせしていただければその辺もお調べをできるかなというふうなところではありますね。海外製はやっぱちょっと個人で輸入だと英語もできないと、はいはい、そうですね、ちょっと難しいのもありますもんね。まあ翻訳でだいぶできるかもしれないんですけど、やっぱりやり取りを何回か挟むじゃないですか。そうですね、基本先払いだったりするので、うん、まあやっぱりその辺が不安であれば間違いないです。間違いない、リベラルさんで言っていただければと思いますし、はい、まあ、何度かゲットしたら先ほどのように持ち込みも OK でございますので、はい、はい、あとホイールはですね、うち別にレイズさん以外も全然取れるんですけれども、まあ、強みがレイズ のホイールの、まあ、一応この関東でも一応有数の販売実績を誇ると自分で言うのもなんなんですけど、ね、そういうお店ですので、はい、ホイールタイヤなんかもご相談いただければいいのかなというふうに思っております。はい、
まあ、あとは最後にうちデカロも特約店になってますので。あ、そうなんですね。はい、デカロやっぱり伊田さんの車にも入ってましたけど、はい、実際座ってみないとどれがいいかなって悩む方多いんですよね。そうですね、はい、常に肌に触れるものなんで。そうですよね、はい、伊田さんもご存知の通り、シートもまあ僕チューニングパーツだと思っていて、はい、全てその体感って全体から伝わってくるのが多いじゃないですか。そうですね。ですからなんとなく基本的にはやっぱり 2,30 分座っていただく、はいはい、うん、ちょっと座っていいなぐらいじゃなくて、まあちょっと座ったぐらいだとちょっと分かんないですよね。分かんないですよね、はいはい、そう。だからこの辺の今サブ導入されてる RMS とかも意外とメカメカしいんですごい硬いんじゃないかとかって思われる方もいらっしゃいますけど、うん、そうですね、まあ高反発のねパッドを使ってたりして意外と、はい、体が疲れなかったりとかっていうのが、はいはい、分かっていただけると思うので、実際でも使ってみてこんな印象ですか。シートの剛性感もあって、はい、すごい深いんで、あ、はい、RSG とかだとちょっとこっちより浅いんで、うん、僕の大きい体にはすごく合うのですごくいいです。パッドとか変えずに。変えずに。あ、そうなんですね、はい、意外とまあ、量販店さんとかでちゃんと説明を受けられるケースがあればいいんですけれども、皆さんやっぱりこの内側にこう追加パッドみたいなのが入れられるっていうのを知らなかったりするので。あ、なるほど。これ入れるだけで全然人によってはまたこう腰のところのサポートが変わったりするので、はいはい、なのでまあもちろん高さの調整とかシートポジションの調整プラス、まあ、デカロの、まあ、説明も兼ねて、まあ、丁寧にちょっと説明させていただいていると、はい、いうところですかね。ちょっと長いですか。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。あとはこちらの最後最後って言いながらいっぱいあるんですけど、井口さんとか山内さんがまあこうちょっとね、これはレーシングシューズ2年前かなのシューズをちょっとこういただいてですね、飾ってあったり、最近優勝してるんで忙しいんですけど、ね、あ、そうですよね、強いですよね。そう、最近もう僕らもここでいつもわーって言いながら応援して、作業のあそこ、店長とかあそこ開けながらどうなったとかっていうのをやってるんですけど、はいはい、まあ昔から個人的にも会社としても応援させていただいていて、まあ、たまにイベントでお時間の時は遊びに来ていただいたり、はい、協力していただいたりしていただいてますね。まあ、あとはツバメがこういう名もなきっていう素晴らしい水泳のコーティングを作ったり、名もなきさんと一緒にですね、これ今日はプレゼントさせていただきます。あ、もしよろしければ。ありがとうございます、はい、ちょっと使ってみたいと思います。ててください。まあ、ちょっと駆け足でそんな感じの説明にはなってしまいますが、はい、ありがとうございます、はい、まあ、ちょっとユダさんとのプロジェクトもねちょこっと強引に作りましたので、ちょっと楽しみちょっとありますんで、はい、今後のお楽しみに、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、じゃあ、はい、すいません、ご説明ありがとうございました。ありがとうございます、はい、じゃあこんな感じで終わりたいと思います。はい、はい、失礼します。